こいつを常温でつけておく、これ重要でございます。よいしょ。はい、こんな感じ。どうも、ラリバルさん、リュウジです。私まだ一滴も飲んでいないんですけども、一滴も飲んでいないということは皆さん何が起こるか分かりますか？あ、そうだね、至高シリーズだね。ということでですね、今回は至高の山賊焼き。山賊焼きって聞いたことあるけど、どんな料理か知らない方って結構いらっしゃると思うんですけども、郷土料理なんですね。で、主にね、山賊焼きっていうのを食べるのは長野と山口なんですよ。山口はタレで漬けて焼くんですよね。山口県の山賊焼きは長野の方は粉をはたいて揚げるんですよ。揚げるのに山賊焼きっていうんですね。で、じゃあなんで山賊焼きっていうのって、これ長野のあれなんですけども、鳥を揚げるからなんですね。鳥を揚げる、鳥揚げるから山賊焼きって、ダジャレじゃねえかっていう感じなんですよね。そんな感じで、リュウジの明日使えるかもしれない、料理知識でございました。はい、ということで今回はね、山賊焼き、これがね、まあ言うなれば一枚肉の唐揚げです。味付けバッチリ決まったやつができましたので、至高の山賊焼き、これもう必見でございます。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、もう材料紹介も簡単です。これ鶏肉、鶏もも肉、まあ大体 300g のものですね。はい、 350g ぐらいまでいけると思います。はい、ニンニクと生姜 5g ずつぐらいですね、用意してください。もう以上ということで、至高の山賊焼きを作る上で何が重要か、何が重要なの、何が重要だと思う。たまにはちょっとスタッフにちょっと冷静な心じゃない。ああ、違うね、酒です。テンション上げていきましょう。酒です。いきますよ。うん、今日の氷占いは末吉かな。アルチマシー1号。はい、ということでソーダをね、注いでいきます。テンション上げていかないと。山賊焼きだよ、だってテンション上がるでしょ。ということで飲んでいきたいと思います。いただきます。くー、もうテンションも鳥も上げ上げでいきましょう。ということで、やっていきたい。あ、今日ね、まな板も包丁もいらない、簡単だな、これ。この中でやっていきます。トレーごとね、まず鶏肉ね、こうやってフォークで刺してください。で、フォークで刺すことによって肉は柔らかくなりますし、味がね、よく染み込みやすくなります。こうやって刺しておくね、これ大事でございます。肉のね、筋を取れとかね、そういう方いらっしゃると思うんですけども、僕ほぼ取らないです。なんでかっていうと、鶏肉って筋もうまいから、ちょっとね、コリッとした食感があるぐらいでね、筋を取るぐらいだったら俺食べた方がいいと思うんですよね。それはね、飲食店とかだったら取って丁寧なところを見せといた方がいいと思うんですけども、いらないと思うんですよね。お仕事でやる方は取った方がいいかな。こういうね、油の部分とか、鶏って油もうまいから食べちゃう。フォークでやりました。で、刺しました。気になる方は取ってくださいね、僕気にならないので。はい、じゃあね、ニンニクね、ニンニクね、ハサミで切って、ニンニクと、できるだけ包丁使わない方がいいからね。包丁とまな板って洗うのだるんだよね、基本的にあんまり使わないように。で、ここに調味料をね、入れていきます。はい、まずお醤油で大さじ2杯ね、入れます。これがまあ味の中心になりますね、塩気をつけるというね。で、そして酒、主に臭み抜け、臭み消しです。で、みりんです。みりんが小さじ2杯、これがまあ甘みですね。で、ここに蜂蜜なんですよ。蜂蜜は肉を柔らかくする効果もありますし、あとね、蜂蜜のね、独特の風味がつくんですよね。これがね、美味しい。今回ね、蜂蜜小さじ1杯ね、はい、これぐらいでね、こうね、つくんですよ。小さじにね、いっぱいこうね、溜まっちゃうから、こうかき出してくださいね、これね。はい、甘みをつけます。はい、そしてここで味の素、1、2、3、4、5振りですね。はい、これね、鶏肉っての旨味成分って、イノシン酸なんですけども、イノシン酸で、ある、ね、核酸ですね、核酸にこのグルタミン酸のアミノ酸を加えることによって旨味の相乗効果が生まれて、めちゃくちゃ旨味が出ますんで、これ捨て味につけておくと飲食店の味になります。そしてここに、おろしニンニク、チューブでも、できなくはないんですけども、できれば生の方がもう香りが立ちます。はい、トン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 。で、生姜、こいつもおろして、生姜に香りが良くなりますからね。チューブでも悪くないんですけども、できれば生の生姜ね。はい、生姜の場合はね、国産の生姜の方がね、香りいいですよ。で、ここに、スパイスね、入れていきます。まず黒胡椒ね、はい、
黒胡椒ね、あ、思ってる、うん、思ってる3倍入れていいですね、今回はね。ちょっとスパイシーにしてあります。はい、でここに、これね、非常に重要です、あのカレー粉です。はい、カレー粉をほんの少し混ぜるんですね。そうすると、このカレー粉っていうのはかなりスパイシーなスパイスがいっぱい入ってますね。このカレー粉入れるだけですね、かなり変わります。はい、小さじ4分の1にしてください。あんまり入れすぎてしまうと、あのカレー味の唐揚げになっちゃうんで、少量入れるのがコツです。これだけでね、グッと引き締まります。普通の唐揚げ作る時もこのタレでやると非常にスパイシーな、唐揚げになります。これが決め手、これがうまいの。そしたら漬けタレをね、ちょっと鶏に絡ませていく感じですね。ね、こんな感じで、でこのままだいたいね、2、30分置いて漬けておくんですけども、必ずね、あの常温で漬けといてくださいね。揚げる時にね、あの鶏肉が常温になってた方が火の通りがいいんですよ。なんでこいつを常温で漬けておく、これ重要でございます。はい、30分ね、あ、まあ、20分ぐらいでもいいです。20分これを漬けておいて味を染み込ませます。はい、ということです。30分漬け込みましたので、もうやっていきたいと思います。もう僕が漬け込まれる前に、油ね、まず揚げ物なんですけど、僕これいつも言ってるんですけども、そこ1センチぐらいの油で大丈夫です。はい、やるときは肉ぐらいのサイズの小さめのフライパンを用意してください。これは中火で熱しておくとして、この鶏肉に片栗粉をつけていくんですね。でちょっとこう漬け汁をこうして、で片栗粉をつけていきます。はい、僕はね、あの厚衣が好きです。あの唐揚げも山賊焼きもでね、今ね、まあ多分この YouTube でね、匂いがね、あの分かんないと思うんですけども、めちゃくちゃいい匂いしてるんですよね。でちょっとここ上からもね、ちょっと振りかけたい、あのまんべんなく片栗粉を振りかけて、厚衣の方が僕は好きですね。あのザクザク感がね、得られるんでね、全体に、こうやって上からもね、ちょっとまぶしていくと、非常に均一にちょっとねポロポロっと、いくぐらい、はい、こんな感じですね。こんな感じでまんべんなく、この片栗粉をはたいていきます。結構つきましたね、やっぱね。そしたら今中火で温めてますんで、ここに入れていきます。でよいしょ、はい、こんな感じ。なんで、小さめのフライパンがいいかっていう と、これ肉を入れると肉の体積でこうかさが上がるから、だから、1センチぐらいの油でもよく上がるんですね。半身浴させて、この少ない油でやることによってサラダ油の原価が抑えられるっていうところなんですね。なおかつですね、空気に触れさせることによってカリッと、なんかまあフライヤーとかでやってもいいんだけどね、いいんだけど、これの方が節約になりますね。サラダ油だってガンガン使ってたら、そりゃね、お金かかっちゃうからね。まあ、大体ね、サラダ油高えなっていうのと、油の処理がめんどくさいなっていうので、みんな揚げ物やらないんですね。なんですけど、家で食う揚げ物が一番うまいよ。なんでかっていうと、お店の揚げ物って1回の油でいっぱい揚げるから、結構ね、どんどん最後の方酸化しちゃっていくんですよね。こういう揚げ方にすると、もう新品の油使えるんで美味しい。で中火で揚げていく、うん、そうですね、あと2、3分ぐらいね。はい、はい、こんな感じで、はい、ね、ストレッチパワーが溜まってきました。この油のオーケストラを聴きながら飲むのが、これがね、貴族のたしなみです。最高。この片栗粉がね、もうパリッパリのパリスヒルトンなんですよ。一枚肉の唐揚げなのよ。ただ真ん中まで火を浸透させなきゃいけないんで、ちょっと時間はかかります。今中火ですからね、皆さんね、揚げてるのね。全体がいい色に上がってきたらですね、こうやって、あー、もう裏ももうなんていい色でしょうか。もうこのね、ちゃうちゃう色ね、これもう。そしたら、まだね、これ中火通ってないんですよ。中火通ってないんですよ。このままずっとやって火を通そうとすると、お肉のね、水分がなくなってきてしまうんですよ。外もね、結構焦げついたりしちゃったりするんで、両面ね、まあ大体2分ぐらい揚げたから今ね。一度ね、取り出していきたいんですね。で一回取り出します。この状態で、まだ火通ってないんですよ。まだ火です。この状態で、2、3分寝かすんですね。でそうすると、中にじわーっと熱が入ってですね、生焼けが防がれます。はい。そして、一回この空気に触れさせて、この皮をパリッとさせて、ちょっと強めの中火ぐらいに温度を上げてってます。はい。最初の中火これ。で、
強めの中火がこれぐらい。じゃあですね、おおよそね3分ぐらいね揚げましたんで、で揚げていきたいと思います。もう一回ね、これでね、じんわり火が入って、外は今、ちょっと強めの、中火で、カリッと仕上げるっていうような手法でございます。いい色だね。唐揚げ見てるだけで、先が進むね。今年は、花見ができなかったら、唐揚げ見て飲みましょう。あ、いいですね。はい、いい感じだと思います。はい、表面、1分ほどかな。こんな感じでね。でね、二度揚げした後もちょっと休ませてください。そのままね、すぐ切っちゃうとね、肉汁がね、すぐ出ちゃうんで、取り出して、1分か2分ぐらい、ちょっと落ち着かせると、肉汁の流出が防げます。ちょっと置いといてから切ると、肉汁でビタビタにならないんですね、これね。ステーキとかも、焼いてからすぐ切るよりは、ローストビーフとかもね、ちょっと落ち着かせて、だいたいこの中心温度がね、60度とか70度ぐらいになった時に切ると、肉汁の流出が非常によく抑えられるっていうのがあります。はい。これでね、うまいのよ。だって、どう考えても。どう考えてもうまいでしょ、これ。もう勝ち確定してるんですけども、ちょっと慌てない慌てないですよ。そしたらこのままじゃ食べにくいので切っていきましょうか。いきますよ。こんな感じですね。でこれをで添えんのが、これね、マヨと七味、もうこれです。お、うまそうっすね。至高の三足完成でございます。それでは出来ましたら食べていただきたいと思います。いただきます。ちょ、ビール。よいしょ。じゃあ、ちょっといただきます。完璧な火の通りだね。いやいや、惚れ惚れするな、この火の通りは。まずは、プレーンでいきましょうか。いただきます。くー。たまらん。うまい。香りがバッチリですね。少量のカレー粉。これがね、非常にスパイシーになってて、本当に美味しい。ここに、さらなる悪行をね、ちょっと罪を重ねていきます。七味マヨネーズをね、ちょっと、はい。七味マヨバージョン。ああ。刑事さん、僕がやりました。こんな罪深いものを作って申し訳ございません。めちゃくちゃうまいっす。味が染みてますね。マヨと七味のね、パンチが加わることによって、非常に背徳的な味付けになります。これが家で食えるか。これは、みんな食べてもらいましょう。8時だよ、全員集合。イエーイ。いただきます。どうぞ。うわ、最高。これやばい。うまいよ。やばい。チコの唐揚げもさ、うまかったけどさ、また違うし。これね、カレー粉なんだよね。確かに。パリパリの衣とね、ジューシーな鶏肉、対比がやばいですね、これ。衣がさ、ザックザクでしょ。で、中がめっちゃジューシーじゃない。そう、1枚肉で揚げてるから、肉汁が逃げないんだよね。本当に。むしろ、1枚で揚げた方がうまいんだよね。カレー粉効きますね。4分の1しか入れてないんだけど、いろんなスパイスが入ってるような、いいスパイシーだ。カレー粉見えるけど、ニンニク、生姜、胡椒、全部もうなんかミックスして一つちゃんと調和してる味になってるから、スパイシーなタレにね、なってる。タレの魔術師なんで私。自ら言ってくれるの。自ら2つのかー、マジうまい。いや、一瞬でなくなっちゃいました。俺もうそんな飲むつもりじゃなかったんだけど、めっちゃ飲んじゃってる。ビール合うね。唐揚げ系はもうビール確定だね。まあ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 、ハイボールもいいんだけどね。ハイボールもいいんだけど、まあビールうまい。いいっすよね、これね。一瞬でなくなる料理はね、神回って言われてるんで、100% うまいから作ってほしい。ああ、ということで、至高の三足楽器よろしくお願いします。お願いします。お願いします。テンション上げていきましょう。酒です。汚い。ハハハハ。まともなこと言ったたまには飲まなくてもいい。そんな茶番もありよ、たまにはね。